こんばんは。これをどうしてもやりたくて、昨日寝る前にそのね、昨日寝る前にこれ最初サングラスから始めようって思って。やっぱりおもろい。皆さんこんばんは。風呂松です。誰ほんまに誰。こんばんは、ななお誕生日おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます、花ちゃんおめでとう。ありがとう、さっきぶりですね。ありがとうございます。さっきはこんばんは、ななお誕生日おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます。改めてこんばんっていうか誰ですか。おめでとうさん、ありがとうございます。こんばんは、お誕生日おめでとうございます。楽しい17歳を過ごしてください。ありがとうございます。どうしてもなんでなんですかね、笑いを求めてしまいますね。あ、やばい、変なとこ押しちゃう。タコちゃんハートありがとうございます。たくさん、いちじくさん三色団子ありがとうございます。タコちゃんハートありがとうございます。アロマさんクラッカーありがとうございます。あー、ダラスクラッカーディディパパさん星ありがとうございます。お誕生日だ、洋服ピンクか、これ赤なんですけど、違う、ピンクに見えるんか、なんか花びらすごい、わーわー、ちょ、まあまあ外そうかなって思いますね。あ、ちょっと待って、ライトつけてない、パンパン、赤のつもりで買ったんですけど、ピンクですかこれ、ピンクですか。ちょっと待って、ほんまに好き、大好きって感じで、スクショタイム、あ、ちょっと待って、なんかハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハナハッピーバースデートゥーユー、やばー、やばくない、やばくない、嬉しい。お誕生日おめでとう。うわ、虹がかかった、すごい感動した。マリックさん誰だ、やばい、分からん。17歳の花菜さん、こんばんは、こんばんは、改めてお誕生日ありがとうございます。菊村さん先ほどはくまちゃん大きいのありがとうございます。友のじいちゃんさん、花束ありがとうございます。花ちゃん愛してる。ありがとう。なべ猫ピロリさんありがとうございます。菊村さんありがとうございます。花びら、バハナナ誕生日嬉しそう。今日はね、本当はなかったんだけど自主練しました。ゆきなさんクラッカーありがとうございます。たこみさん、バハナナ顔見せて可愛いな。ゆきなさんハートありがとうございます。海ぶどうさんケーキありがとうございます。誰だ、くそ、え、ピンクに見えるやっぱり、ちょ、あかんって、なんかほんまはグレー買おうとしてて、なんかこう親指通せちゃうやつなんですけど、ほんまはグレー買おうとしてんけど、なんかペンライトカラー発表されてばっからで、なんか赤かっちゃいたくなった。いちごのケーキやばくない、あ、虹がかかった。ひきごむらさんありがとうございます。パチパチパチ、わあ、はじめまして、こんばんは。はじめましてじゃないですよね。お誕生日ありがとうございます。バナナ、こんばんは、初見屋さんありがとうございます。アトニさんおめでとう、ありがとうございます。タコちゃんハートありがとうございます。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。
クリキュークさん綺麗、ありがとうございます。お誕生日ありがとうございます。こんばんはなな、いえいえどうでしょう、ありがとうございます。いちじくさんありがとうございます。唇は赤なのに、え、ちょマジで赤じゃない、これ赤ではないな、残念。え、ちょほんまにさっきは練習着のなんかね、こういうこう似たようなやつ着てたんですけど、誕生日だからちょっと着替えたんですけど、あれ赤じゃなかったか、くっそ赤ではないのだね、ピンクというより赤紫、やっぱりそうなの、そうなの、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ここ食べたくなる人ですか皆さん、私も食べたくなります。17歳になっての目標はやっぱりなんか17歳って一気に大人になりませんか、そうでもない、いただきます。あ、おいしい。ふぅふぅ、マジでうるさい。17歳になったらやっぱりまあ高校生やから子供やからっていうのがあと1年で終わるじゃないですか、高3なんで。だからもうちょっと大人っぽい振る舞いを目指していきたいなって思います。で、嘘嘘、もっとパフォーマンスを磨いていろんな人に振る舞い花やばないって言われるようになりたいですね。はい、真っ赤なジャージをサイズは M、 サイズね、なんかS か M か、大きく着たいときは L やけどね、大きく着たいときでも何でもいける花、別に小豆色に見える、小豆好きです。お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。赤紫に近い、9時過ぎてるので食べてはダメです。え、あのさっき自習終わったんでまだご飯食べてないんですよ。初歯もありがとうございます、花菜です。テンションがいつもより高すぎる、あれあれ、17歳はまだお子ちゃまだと思います。もうなんかついこの間まで中1の感覚なんですけどね。同級生はどんなお祝いし、スタバスタバとか言ってな、スタバやのにな、ちょっと関西忘れてきてるわ。スタバ誕生日ってやっぱり LINE でこうおめでとうってギフトをくれるじゃないですか、 LINE のいっぱいくれたんで、みんながちょっと抹茶フラペチーノの抹茶クリームフラペチーノのベンティサイズにしちゃいましたね。もうね、太っちゃうね、今日ぐらいは許してください。うーん最高、もう花菜がもう3年生なんて信じられない、3年生なんですよ、やばい。つい1週間前ぐらいに入学して気分なんですけどね。それで言ったらデビューしてからもう半年、やばくね、何事ねえ、もうマジで濃かった。3月なんかオーディション始まって3月何日かまでやったんですけど、オーディションがママに「あんたこれあと1週間やで受けや絶対」って言われて「って言って応募したんですけど、間に合ったんですけど、
そっから二次審査受かって三次審査で東京来て、課題曲の TWICE さんのファンシーを踊って、歌唱はボアの Love and Honesty を歌って、で正直なんか手応えあってで最終審査も終わって無事受かりまして、6月に東京に来ましたね。で6月からなんか急に一人暮らしをずっと学校に行って帰ってきてご飯食べて寝てっていう生活だったから、急に一人、洗濯、洗い物、掃除、買い物、もう全部自分でしなあかん。マジでやばかった。もうなんか家行っても何もなくて、やばい、シャンプーないみたいな、やばい、洗剤ないみたいな、もう結構やばかった。洗濯どうやんのみたいな。洗い物とか結構まあできるじゃないですか、まあね、結構トイレットペーパーもうなくなるやんみたいな、ティッシュもうないみたいな、全部自分で買わなあかんみたいな。結構古松花には難しかったけど、今では成長した。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。大人っぽくなる、いいと思うよ。今のところ別の意味でやばい人です。え、誰かいるような今日はいつもより可愛く見える、やばい、ありがとうございます。誕生日だもん、合成合ってるかな、花ママに感謝タコちゃんハートありがとう。ママの後押しなんですよ、手応えあったね。なんでやろうな、最初の一人暮らしはマジで大変でした。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。お誕生日おめでとう、17歳や。そうですよ、家事できるようになって偉いねね、ほんまにほんまに家帰ってきても、いやご飯炊いてないみたいな、何食べようみたいな、冷凍うどんでいくかみたいなマジで。でも最初の方はちゃんと麻婆豆腐のタレとか麻婆豆腐の素買って、豆腐で茹でるだけでできた、茹でるじゃない炒めるだけでできたみたいな、簡単なのばっかやってたな。いとくんさんやばい、ありがとうございます。バキュン洗濯は洗濯機が担当します、冷蔵庫ではありませんしかもドラム式やったんですよ、まあ家具は買ってもらったんですけど、ドラム式じゃなく、ドラム式でなんかこう見るじゃないですか、最初の方はちゃんと一個一個これドラム式できるんかなみたいな見てたんですけど、めんどくさくなってどうでもよくなって全部入れてるんですけど今は。まあでもなんか意外と耐えてるなって思いますね生活力アップしましたね、えらい。りょうさん花束ありがとうございます、お誕生日おめでとう、ありがとうございますね。え面白くないでさ、まあ、昨日も泣いててんけどほんまに面白いな、なんでな、うん、すぐ泣くで、何6月みんなと初めて会いました。マジでさ人見知りすぎて、でも結構みんな人見知りでさ、みんな人見知りでなんかな、もう最初こう座ってこうなんかこうかこういう感じやって机かな、で名前順にこうちょん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 ってなっちゃってんけど、こうあこんにちはこんにちは、あ大阪府出身高校2年生16歳の古松花です、よろしくお願いします。その日雨で結構髪ボッサボサでいろいろやばかったんですけど、あお願いします。見てもうほんまにこんな感じでも結構みんな
目も合わないみたいな感じやった。懐かしくね、今じゃ考えられへんよな。バリ仲良くなったやん。ネットに入れて回せば大体は大丈夫。やっぱりそうやな。でもなんか T シャツの印刷してるやつとかボロボロなった裏返せって話ですよね。いろんなことができるようになって大人の女性になっていくんだな、しみゆり。やばい、いい女になっちゃう、いいお嫁さんになっちゃう。なんかあったやん企画で、いいお嫁さんになる人みたいな。もうなんか1位で上げちゃってるから、やっぱ頑張っていかなあかんな。ちょっとずつ家事ができるようになる大人の仲間りさ。イエーイ、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。こんばんは、花マスヤンさん、クラッカーありがとうございます。人見知り発動した花のせい。だから花ほんまに喋らんねん。今はこんなんやけど、今はこんな感じやねんけど、ほんまに猫かぶりすぎ系女子やから、最初と違う、喋らんかったらいいのにって中学の時からいろんな人に言われててんけど言われててんけど、こうだから最初なんか何やろな、結構夏やったから半袖よ。だから最初第一印象みんなに聞いたら、なんかこの子クールそうじゃないな、こんな性格やと思わないわけですよ、みんなは。なんか何、もっと仲良く、こんなになんか、なんか分かる、仲良くなれなさそうって思ってたみたいな言われて、まあこんなん、まあ、こんなんやったからまあいいねんけど、最初はほんまにすごい関西弁とか言われて、あやばいみたいな、ファミマじゃない、マクドじゃないんやみたいな、マックなんや。結構最初はそういう会話で距離を縮めていきました。えファミマやでみたいな、ファミマやでスタバやで、スタバだよみたいな。結構面白かった。でなんかダンスレッスンとかボイトレとか、最初はほんまに緊張した。みんなの前で一人ずつ発声したりするのも結構怖かった結構怖くて、ダンスも、でも花は一応3歳からバレエとか4歳5歳からミュージカルとかやってきたからよかったんけど、みんなはほんまに初めてで可愛かったで花が最年少なんやって初めて会った時びっくりして、でもみんなそんな年齢を感じさせない、ちょっとわかる、なんかそんな何年下みたいな、調子乗ってんじゃねえよみたいな人はいなくて、みんな温かくてすごい良かったですね。最初なんてみんなそんなもの、マジそうですよね。やっぱり聞きごもらさん、可愛い、ありがとうございます。17歳の目標、アイドルに専念、お笑いに専念。アイドルで一応アイドルですね。アロマさん、ハートありがとう。レオペンライトありがとう。あ、シャン食団子もありがとう。ナベネコピロリさん、花びらありがとうございます。今じゃ公園で一発逆をやれるよだからほんまに猫かぶり系女子、なんか言われました、大人の方に。古松さんってこんなに喋らないのに企画パートとかではすごい面白いよねメンバーとなら全然喋れちゃいます。喋っててもめっちゃ素敵だよありがとうございます。いきなり一発ギャグとかやらんかった、そんなんやると思いますか企画の印象失敗した古松大、
う粉末大福分かる分かる。それはまあなかったこと。マックマクド、でもやっぱり言い方違いましたね。敵公演ないと変顔もいいけど、いやしますね、やっぱりアイドルなんで。一応リオンちゃんが最年少に見えますよね。花もそうです。だから年上に見えへんって結構初期あたりから言ってました。なんかな、マジで懐かしい。でなんかお披露目のドキュメンタリー見ましたか？見ましたか？私も見たんですけど、お披露目懐かしいって思って。合宿が11月中旬やってんけど、11月まで何しててんやろみたいな6人で何しててんやろ思ったんですけどね。でもずっとそのオーディションの課題曲の青春サブリミナルとファンシーを踊って、まず基礎練ばっかやってました。アップダウンとかとか愛それとかやってて、でもほんまにね、なんか懐かしいな。毎日自主練とダンスレッスンとボイトレがあって、1週間自由に自主練していいよみたいな。ほんまにずっと家かレッスン場の行き来やったから、ほんまに東京にいるんかなって思う時もあったほんまに東京にいるんかなって思った。でなんか花ダンスリーダー任されて、最年少、なんかこの生意気な最年少がルカとかリンカとか年上の人に教えんのむずって思って何回も泣いた。ちょ、普通にみんな優しいからよかったけど、ほんまに年上の方、なんかそう高校とかってやっぱダンス部とかでも先輩ないないさんみたいな、ありがとうございます敬語とかやったけど、なんかやっぱここは違うねんやって思って頑張りました自主練とかいっぱい、みんながめっちゃ成長、なんかもうほんまに初めてやからダンスとかみんな教えたらすぐ上手くなるのよ。だからほんまに育成してる感じだからほんまに昔の動画とか見てたまに見るんですけど、ほんまにやばみたいな何ってみんなもう思うんですよ、何これみたいな、暴れてるだけやみたいな話して笑うんですけど、で今のライブ映像とか見たらやばくないですか。みんな6月に初めて、もう半年ダンス歴半年のみんながこんなに踊れる、やばーって思って感心しますね。でもなんかほんまにいろいろあって、11月まで、あ、じゃあで未完成スターライトの、え、なんか画面が暗くなった、あ、まあ大丈夫か。未完成スターライトが来たのが9月ぐらいやって、初めてみんなで聞いて、最初聞いた時はなんか白いワンピースで森の中みたいな自然みたいな、チャン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 、やばいタイプって思って感動したの覚えてますね。6月から9月まで3ヶ月、一生なんかずっと基礎練やったんで結構辛かったんですけど、9月の未完成スターライトの練習が始まってから、うわアイドルなったんやって実感が湧きました。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。いちじくさん、三色団子ありがとうございます。記憶から消去しますね。お披露目の
見ましたか、お披露目メイキングと比べてもみんなやっぱそうですよね、こんな短期間で変わるんやと。なんかお披露目はそのなんかずっと今まではなんかミュージカルとかで舞台立てたけど、6月から12月ってほんまにずっと鏡の前で歌って踊るだけの生活やったから、そんな表舞台とか立たんかって、なんかほんまに何めっちゃ緊張して、でなんかしかも I love you 君にとかめっちゃ初披露やし、失敗したらなんかそう初披露って大事じゃないですか、やからめっちゃ緊張して、なんか知らん間にプレッシャーとかどん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 積もってて、相談する相手もおらんしみたいな。だからお披露目の日はほんまに半年ぶりのステージやから、ほんまに緊張して目つぶっても寝れなくて、もうどうしようみたいな、ずっとイメトレしてたら気づいたら朝で、で寝れてなかったんかな、気持ちでは寝たんやけど寝れてなくて、でほんまに緊張してほんまに手震えてて、なんか泣きそうになってる、ほんまによくない、マジでよくない、何してんのほんまに、落ち着け、はあ、いろいろあったなって思いますね。めっちゃ緊張してほんまにプレッシャーやばくて、プレッシャーしかなくて、しかもミカンセスターライトも初めて披露する、音源と違うなとか思われたくないしって思って、ほんまにプレッシャーがすごかったな。でいろいろ溜まってて体調崩しちゃって、で一部出れへん、一部はやめて二部のために備えようって言われて、辛かった、みんなと一緒にそのシンセラ祭スタートできひんのやと思って、辛くて辛くて。やばい、ほんまに泣きそうやねんけど、どうする、ほんまにどうする、よくない、マジで泣いてるとこ見られたくない。ほんまに何これね、プレッシャーがすごかった。 I love you とか花から始まるじゃないですか、めっちゃ怖かった。え、マジでやばくない、何してんのほんまに、にもう泣きそう。ほんまに何してんの、一旦落ち着こう、一旦落ち着こう。一旦落ち着こう。でお披露目はみんな頑張ってって思って病院で祈ってました。で点滴打ってもらって回復したんですけど、出れてよかったです、2部ほんまに申し訳なかった。ちょほんまにやばない、何してんのほんまに、ほんまに何してんの、よくない、よくない。ちょほんまに嫌や、何これ。まあそんな日々もありました、体も強くなったかな、年齢関係ない、やるちゃんはほんまにいいお姉ちゃん、初めてのお姉ちゃんって感じ。葵さん三色団子ありがとうございます。ちょほんまになんで泣いてんの、ちょほんまに嫌や、嫌や、一生懸命やってきた成果出てましたかね。葵さん桜餅ありがとうございます。
胸熱お披露目はね胸熱でしたね。で裏話、お披露目でみかんセスターライトでこうチャン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 ドーンってなった時めっちゃ手震えててでもうなんか鼻なーってやばい、7人揃ってこうやばい始まるんや古松花のアイドル人生みたいな感じで、めっちゃその時も泣きそうなったちょほんまにさやばすくない？で最近なんか未完成スターライトの始まりの合図なんだここから輝く未来へもううるっとくんねん自分で、な自分でうるっときてる、ほんまに良くないと思う。泣いてもいいんだよ泣いてないよ私は、泣くのも変顔するのも自由自由ですか。よし、メンバーみんな厳しいオーディション突破してるからレベルね、もうみんな可愛くてびっくりした。最初会った時年下の辛いとかなんかダンスとかみんなにこここうした方がいいと思うよって言っても嫌な子もいると思うし、嫌われたらどうしようっていうこと、なんかいろ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 難しかった、リーダー難しかった、めっちゃ何回もレッスン終わった後泣いてた。やばい、サングラス最強かもしれん。こんばんは、花だ。友達じいちゃんさん、星ありがとうございます。笑顔が眩しすぎる泣くのは当日で笑う、マジでそれな、マジで2回目ステージに立ってる姿を見て、泣いてくれたんですか、ありがとうございます。すいません1回見なくてやばくない？葵さんハートありがとうございます。タコちゃんさんハートありがとうございます。いちじくさんハートありがとうございます。クラッカーもありがとうございます。タコちゃんもありがとうございます。歌詞刺さりますね。未完成ストライト聞いた時なんか歌詞が自分今の自分立ちすぎて表情とかも作りやすかったですね。お披露目の時はみんな緊張してでもお披露目の映像を見たら今なんかチームワークも上がってみんな歌もダンスも安定してきたよなって思いました。ここでサングラス忘れやじゃあさすがにちょっとね感情がこもると、マジで本物の歌になりたい。チョコのサングラスレンズもあるまあそんなんどうでもよくて、なんか歌ちょほんまにここになんかこう来てる、こう苦しいのずっと、なんかなんかほんまに何してやんねなんか頭で考えんでも歌詞が入ってくる歌を歌えるようになりたいですサングラス泣いてるの？泣いてませんよ。お披露目2部の花の挨拶ほんまにアイドルになったよな。なんかお披露目の時も花泣きそうなってない？花なんか喋ってたら泣きそうになるさ系の人で、ほんまに何？何これやめたいよこれ嫌、これ嫌だよ、これ強制があと4つで終わります、マウスピースだから未完成ストライトの MV とかめっちゃ歯が出ててブサイク、とってもとってもとっても歯の力強い歌声が突き刺さって、
抜けてたっていうのがマジで嬉しすぎて、なんか最高。だいぶ落ち着いたよ、だいぶ落ち着いたよ。キキさん団子ありがとうございます。葵さんハートありがとうございます。アロマさん花びらありがとうございます。ファイト。マジファイトって感じ。頑張れ花、頑張れ。ということで甘いものでも食べて頑張っていこうと思います。おいしい。こういう感じ、こういう感じ、わかる。花と話したら私も泣きそうなんですか。マジで次の特典会とかどうなるやろ。誕生日おめでとうって言ってもらって泣いてるかもしれん。ほんまにほんまにやばくない？何？目真っ赤、気のせいですよ、まあ、赤色担当なんで。花のほど感動を与えるパフォーマンスライドル、他にありがとうございます。でもね、私もね好きなアイドルさんがいるんですけど、まあそのまだデビューしてない時に2回ライブをねみんなで見に行かせていただいたんですけど、見学そのなんかその時までほんまに日本のアイドルさんに、あの最近のね日本のアイドルさんに興味がなかったけど、ライブを見に行かせていただいて衝撃受けました。生歌で歌って踊ってダンスも揃って、やばいみたいな、花もこうなりたいって思いました。ケーキもらったの、ケーキね、やばくない？いちご食べよう。いちご食べて元気が出ました。お騒がせしました。泣いた時は花粉症のせいにしてごまかす。それめっちゃいいけど全然花粉症じゃない。マジでリオンさ辛そう、ずっと鼻噛んでる、水休憩の時も。定期公演ボリューム4、涙、でも涙サプライズ明るい曲やから泣かないことになるし、泣いたら次の曲歌えへんよね。それだけは回避したい、ほんまに。なんか泣いたらほんまに歌えなくなる人やから、ちょっと回避したい。次回の定期公演感動会になりますか？皆さんチェキ買ってくれますか？チェキ。買ってください、ぜひ。スクショチャンス逃した。じゃん。サングラスやから事故がはなしってことでいいですよね。いちごはすでに1年分と
食べました、買いました。チェキ楽しみよ。やった、チェキ買う前に売り切れます。大丈夫ですよ。ほんまに変顔チェキが一番あるの。え、マジで変顔します、任せてください。もう全力で変顔するんで、ちょっと変顔チェキが当たった方はほんまに、え、こんなアイドルおんねんでとお友達に自慢してほしいです。してほしいですね。マジで明日からも頑張る、頑張りよん、頑張りよん。定期公演と対バンが続く、みんなで頑張りよん。なんかさ、なんかさとか言ってラッパおった。ラッパおなじゃん。なんかもともと花さ K-POP アイドルに入りたくて、なりたくて頑張っててんけど、なんかね頑張っててんけど、歌とかダンスとかでもいろんなオーディション受けて、高1でな、高1でいろんなオーディション受けて惜しいとこまで行っててんけど、なんかなんで強制しないのって言われたの覚えてる。で悔しくて強制して申請ラッサイ受けた。もともとはね、なんか宝塚入りたいとか小学校で意味わからんこと言ってたんですけど、こうしてアイドルになることができて嬉しいです。1年前の自分アイドルになったよ、アイドルになったよ、私アイドルになったよ、安心して。1年前の自分はもうなんかもうステージに立ちたかったけどね、まさか叶えれるなんか思ってないし、ね、何みたいな。44分やってマジで早い、終わってほしくない、マジでマジで一生誕生日がいいです、一生皆さんからおめでとうって言われたいです。バナナフォローありがとうございます。 JTM さん、変顔チェキ終わって、カラオケの紡ぐ、おーありがとうございます、生まれてきてくれてありがとう、ありがとうございます、ハートありがとうございます。葵さん、変顔チェキはレアチェキなんや、欲しいような、欲しくないですか、変顔の花の、変顔の花のチェキで花見とかどうですか。定期も台湾マジで頑張って、頑張ります。マジで関西で大阪でライブしたできるように頑張ります。エモい、エモすぎる。アイドルは変顔チェキダメですって言われない、そんなん気にしません。マネージャーさんも花はそういう人って多分分かってくれ、一番分かってるんで。JTM さん、星ありがとうございます、しっかりアイドルになりました、ちょっと変なアイドルやけど。メロウィンさん、バナナ、バナナだよ、毎日リプでおや、そうしてください、毎日おめでとう。マジで嫌やな、こんな人。マジで頑張る、ここで約束します。古松花は泣き虫を卒業して、そして強くてかっこよくて面白くて可愛くて、そんな人になりたいと思います。泣き虫は一生治らん、絶対。ちょっとほんまに、でも花の
今まで好きやった憧れたアイドルさんって歌もできてダンスもできて表情もうすごくて見てて飽きなくて、ですごい優しくて、でリーダー好きになる人多いで、ねえ、そんな完璧なアイドルが私は好きで、もうなんかもう存在するのこの子みたいなぐらいの、なんか完璧、もう全部完璧な人が好きで、私もそうなれるように17歳レベルアップしちゃうぞ。ちょっとほんまに気持ち悪いね、マジで完璧な、完璧な、君は完璧で究極のアイドルって感じで頑張りたいと思います。17歳は完璧なアイドルを目指して頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。で18歳になる時には、いやー、新生ラッサイの古松話知ってる？古松話しか勝たんよね。花なしか。ってなっていただけるように頑張ります。体調は崩さないように頑張ります。本当に体調もプロとして頑張ります。ああ、そういう人リアクション系担当古松花、それやばい。無理しなくても十分、魅力は十分あると。そうなんですか、マジで頑張る。未来の自分と約束します。最強のアイドルになろう。ちょもうなんか月9最終回とかもボロ泣きやったわ。花の憧れの存在になりますか。頑張ります。本当に花なしかってなるように、皆さんがなるように頑張ります。泣きたい時は泣いた方がいいんだよ。その分さ、その言葉でうるっときた。なんか高校の時も先輩から言われてました。泣いた分強くなんでって。もう一生泣いてたもうずっと泣いてる最近。よくない、マネージャーも認める話題アイドルね、よく頑張った自分。1年間、これからも1年間頑張るやで最初はもうマジでダンスリーダーなんかマジでやりたくない、何回もやりたくないって言ったでも結果楽しい。泣きたい時は泣いていいんだよ。マジでそれ大好き、ほんまに。そんな花なの全部が大好き。うん、皆さん大好き、花も大好き。花ならできると思うんで、マジでありがとうございます。マジでこういう感じ。花ならできる、ありがとうございます。歌って踊って笑えるアイドル、プロとして極めてください。応援してます。ありがとうございます。本当にもう本当にありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。もうね、新生ラッサイ、まあ一番の子さんみたいな、あ、ごめんな、全員から認知されてるけど、そういう自慢でき、皆さんがえ、ごめん、新生ラッサイ定期公演とかお披露目から行ってるから子さんですどこかの現場で自慢できるぐらいのグループになりたいですね。マジで台湾とか行ってもやばい、認知もらってるんでファンさんもらえちゃいます、ごめんなさいみたいな感じになれるように頑張ります。もっと大きなグループに、今年の夏は新生ラッサイとして初めての夏で、一応鼻水
まあね、シンセラス初めての夏最高に盛り上げて、定期公演がいつか満員になるように頑張ります。充電が 20% って言われた。ゼップとかね、行きたいですね。大阪でもライブ。こんばんは、広島の木の上温泉さん。そろそろバイトの時間だ。これありがとうございました。頑張ってください。初めまして。違いますね。今日からの一年、花ちゃんにとって幸せな一年になります。ありがとうございます。もう本当に皆さんがいるから、皆さんがいてくれて、いつも温かい言葉をかけてくれるから、私ももっともっとレベルアップしちゃいます。頑張ります。もうね、金曜日まで皆さん頑張りましょう。仕事とか学校とか、はあ、わあ、53分やって、やばくね。9時53分って、あと2時間で誕生日終わっちゃう。まあ悲しいけど、定期公演で祝っていただけるから、まあ悲しくはないですね。じゃあマジで楽しみ、どうする。ほんまに29日楽しみすぎて、だってあと2回寝たら会える。やばくね、マジで楽しみ、どうする。皆さん気をつけて来てくださいね。本当に来てください、気をつけて。新橋ジールシアターで待ってます。マジで楽しみ、どうする。だってさ、金曜日さ、お披露目じゃないな。金曜日定期公演でさ、次の日もさ、ギガギガソニックしちゃってさ、最高に楽しみなんですけど、今日こんなに私幸せなのに、もっと楽しいってことですよね。ガチでやばい、マジで頑張ろう、頑張ります、頑張ります。早く夏が来てほしいです。早く暖かくなって、マジでずっと雨で、今日久しぶりの晴れで結構嬉しかった。寒い、急に寒くなっちゃった。日曜日じゃない、金曜日が楽しみ、ほんまに楽しみです。ガチ楽しみ。今日は編み込みしました。それもどうでもよくて、かわいい、ありがとうございます。変顔チェキとビッグカンバッチ。幸せを更新できます。急に女優になる。幸せアイドルさん、ちょ、鼻水やばい、マジで幸せアイドル、ほんまに。でもやっぱ始まりの合図なんだ、ここから輝く未来へって感じで、未完成だから繋いだ声で歌うよ。まだまだ未完成の私ですけど、私たちですけど、いつかは私たちの透明色の未来がどんな未来になるのか、楽しみすぎてもう頑張れちゃいます。頑張れちゃいます。風邪ひいてない？ちょっと風邪ひいた？今日なんか調子乗って、あったかいとか言って、なんかパーカー一枚で行ったんで、可愛い、大好き、ありがとうございます。定期公演で号泣する花ちゃんを見届けますね。泣くかな。でも泣いちゃったらさ、鼻真っ赤になってさ、目真っ赤になってさ、鼻水が止まらなくてさ、どうする。
どうする、やばい読めない、ひし、ひざ、かた、こじかさん、あ、ちょっとだるまありがとうございます、声かわいい、キュート、ありがとうございます、コメさん、ハートありがとうございます。今日は本当に幸せでした、皆さん本当にありがとうございました。なんか途中なんか泣いたふりとかしてたんですけどね、気にしないでね、最高古松花のセブンティーンを頑張っていきたいと思います。鼻水バラやばくない？で皆さん本当にツイッターって言っちゃう X でたくさんメンションして素敵なね画像をたくさん作ってくださったり、全部見てます、全部見てますじゃない、本当にありがとうございます、本当にありがとうございます、本当に嬉しすぎて最高です、最高の誕生日になりました、もう本当に嬉しかったです、本当に、だから本当にありがとうございますっていうのを伝えたい、直接本当に マジでもっと自慢の推しになれるように頑張ります、本当に感謝しかないですね、この感謝はどうしたら伝わるか。たこみさんありがとうございます、こめさんバラありがとうございます、うさなぎ花のペンライト赤だから赤花でいいです、うん、ここ赤みたいな、あの手も赤いんですよ、コメさんハートありがとう、17歳を楽しみます、ランキング読みますね、花の幸せな顔が見れてよかった、ありがとうございます、コメさんハートありがとう、いきますね、13位キキさんありがとうございます、12位レオありがとうございます、11位コメさんありがとうございます、10位トーマのじいちゃんさんありがとうございます、9位アロマさんありがとうございます、8位鍋猫ピロリさんありがとうございます、7位 DD パパさんありがとうございます、6位葵さん、葵ちゃんありがとうございます、5位いちじくさんありがとうございます、4位カリキュアックのシンデレラさんありがとうございます、3位いとくんさんありがとうございます、2位海ぶどうさんありがとうございます、1位ひきごもらさんありがとうございます、もう幸せです、今日は私が世界で一番幸せだったと思います。もう本当にありがとうございます、29日楽しみです、29日直接おめでとうっていう言葉を聞かせていただけたら嬉しいです、マジで泣くやんこんなの直接言われたら、ほんまに良くない、本当にありがとうございます、次はリンカ